リボンチャンネル。つーか盗み食いてどんだけ卑しいんだよ。こいつは絶対悪いやつ。チョコタン、タオちゃん。あー、ごめんねごめんねごめんね。チョコタン、痛かったよね、辛かったよね、苦しかったよね。あ、やだ私、挨拶もせずにごめん。いや、謝るのは俺の方だから。え？俺、犬に服やリボンなんてかわいそうとか言ったじゃん。でもそういうの好きな犬もいるんだな。きつい言い方してごめん。ううん、あの、私も謝らなきゃいけないことがあるの。前に有馬くんがゴミ箱から助けた花、家に持って帰って育ててたんだけど、そのごめんなさい、枯れちゃったの。花？何花って。枯れた？助けた？覚えてない。あの、今日は本当ありがとう。じゃあ、枯れちゃうの？なおちゃんダメ。ほら、なんかおしゃべりしよう。ねえ、名前は？え、チョコタン。犬じゃなくて。お？なおね、覚えた。やったね、なおちゃん。チョコタンのおかげだよ。もう信じられない、あの有馬くんになおって呼ばれちゃったよ。しかも私、頭ポンポンまでされたし、どうしよう。今さら恥ずかしくなった。ちょ、あの子一人で喋ってない？やば、やばい、ここ外だった。ねえチョコタ、私やっぱり有馬くんのこと好きだな。私ね、有馬くんの花が咲いたらそれをきっかけに話しかけようって思ってたの。でもきっかけなんて必要ないんだよね。自分で頑張ればいいんだよね。私これから頑張るから応援してね。2月超特大号の連載漫画はチョコタンのコズタン待望の新作。僕らはみんな白と黒の動物お悩み相談係、魅惑の初恋ファンタジー新連載、吸血鬼とバラ少女、絶叫学級転生、アクロトリップ、初恋と太陽、チョコミミラブゾンビ2ザ・キス、アニマル横丁きらめきのライオンボーイ、ハイスコア、愛とモグモグ、恋せよキノコ、群青リフレクション、にゃーおっさん、6月のラブレター、ゆるっと成仏、フリア先生はあんちゃんのもの、恋ばっかりの世界で私は君と、さよならミニスカート、ともしやです。トップ人気独走中、ハニーレモンソーダ、リボン2月超特大号好評発売中、みんなもゲットするプス。最後まで動画を見てくれてありがとうポシュ。チャンネル登録よろしくポシュ。グッドボタンやコメントも待ってるポシュ。リボンチャンネルは毎日更新中、これは毎日見るしかないポシュ。次の動画も見てね。